セントラル西しかしは営業事務所。一般路線で使用される大型路線車高速バスで使用される高速車東部。バスセントラル西しかしは営業事務所は東部バスセントラルの営業所。かつては東部バスイースト西しかしは営業事務所であったが2021年10月1日付で東部バスセントラルが東部バスイーストを九州合併したことに伴い同日付で 東部バスセントラル株式会社の営業所となった。所属車両のナンバーは、柏ナンバーである。主に、千葉県柏市の北部を呼び、流山市内で、常磐線、東部の打線、つくばエクスプレス沿線を、主な営業エリアとしている。傘下に、柏市の南部を、主な営業エリアとする湘南営業所を持つ。なお、一部路線が、 野田市、阿鼻子市、松戸市を通るが、一般路線バスの停留所は、松戸市は一箇所のみ、阿鼻子市は、柏市との境界付近に一箇所のみであり、野田市は公述する柏13系統のみの運行である。平成23年度の輸送事業は1日平均3万1109人。この数字は、同年度における、東部バス3社の各営業所中で一番多い。 柏駅西口をターミナルとして、鉄道駅へのアクセスが困難な地域を結ぶ路線を中心に、過去には茨城県内や埼玉県内へ至る路線も存在した。しかし、近年では分社化等で、路線網が縮小。2005年の筑波エクスプレス開業は、営業エリア内の環境を大きく変化させ、開業を機に大規模な路線再編が行われた。 循環路線が多く、そのほとんどが13時台と14時台を境に、循環する方向が異なる系統があるのが、特徴である。豊か四季台団地線柏駅から、豊季台団地内を循環して、柏駅に戻る路線で、始発から14時まで団地センター先回り、それ以降は、向原住宅先回りで運行される。運行本数が多く、 平日のみ深夜バスを運行する。深夜バスの入港一本のみで、柏01と違って、柏駅西口2番乗り場から発車する。市内循環線柏市内を循環する路線で、始発から14時まで3件先回り、それ以降は松ヶ崎先回りとなる。柏駅発の終バスのみ、高田小学校入り口止まりとなる。 私立柏高校線朝晩の便を中心に、柏田中駅発着の便がある。また、日中のみ私立柏病院の構内まで乗り入れる。平日朝の通学時間帯に一本のみ運行される。国道16号線を経由し、他系統との並走区間以外には途中停留所がなく、高校までの急行便と言える。柏駅西口。 私立柏高校の所要時間も系統計等では約30分で設定されている。柏駅西口から不正方面柏駅西口より北柏駅入口を経由して不正方面に至り土厚入口より分岐して各方面に向かう。不正弁店及び明けぼの山公園方面にし弁な路線だが各系統とも1日後往復ずつしか運行されない。 ただし、明けぼの山公園の観光シーズンには、柏駅からの直行バスも運行される。三井団地や、明けぼの山公園へは、阿鼻子駅北口からの万道自動車明けぼの線が、主流となっている。若芝循環線、柏麗ゴは、柏駅西口より小塚交差点を通り、国道16号線に入り、若芝を経由して、松ヶ崎を通り、 柏駅西口への循環バスである。循環バスではあるが、国道先周りのみの片方向のみの運行である。逆に、松ヶ崎を先に経由する便として、もともとは柏09が保管する形となっていたが、柏09は両方向の運行である。本路線沿いには、柏警察署やモラージュ柏、柏消防署などがある。また、 松ヶ崎周辺住民の交通の便として多くの利用客がいる。もともとは柏霊5が中心であったが、2020年11月2日、ダイヤ改正により柏霊9を中心とした運行に変更となり、柏霊5は1時間に1、2本程度の運行に変更される。免許センター線柏駅から流山市にある 流山運転免許センターへ向かう路線で、流山駅東口発着は1日4往復のみ、設定されている。免許センター発着便は、八木中学校前団地、坂下流山高等学園と流山市、古間木地区を右方向に、ループ運行した後、各方面に向かう。南柏駅から流山市にある、流山運転免許センターを経由し、 流山駅、南流山駅へ向かう路線。南柏駅発車後国道6号を走行するが、この区間途中のバス停はない。流山駅発着の柏07系統はかつて1日10往復以上あったが、現在は1日1往復しか運行されていない。南柏駅と流山運転免許センター間の運行は、西柏08系統が代替している。 西柏は08系統は折り返し場を持つ免許センターを境に両方向に区間便が設定されており南流山駅側の運用の一部は西柏子は09系統の出入庫系統としても機能している西柏子は08系統の免許センター南南流山駅間の一部区間がア路のため南柏駅西口発着の柏子は07 西柏08系統いずれも小型車で運行される。北柏ライフタウン線北柏ライフタウン線は、北柏駅発着の北柏01系統が長らく、東営業所の主力路線となっていたが、2021年9月1日より、湘南営業所に移管され、現在は、柏08系統のみを管轄している。北柏ライフタウン内を循環する北柏01。 系統の兄弟的な路線で、始発から14時まで、松葉中学校前先回り、以降は、ライフタウン中央先回りとなる。始発と最終のそれぞれ一本は松葉町の七丁目発着となる。東急柏ビレジ線柏の葉キャンパス駅から東急、柏ビレジに至る路線。後述の西柏12の開業に伴い、減便された。 常磐線の各駅より、東急柏ビレジに至る路線で、朝晩の一部便が、北柏駅折り返しとなる。日中のみ、私立柏病院の構内まで乗り入れる。平日のみ、北柏駅から、深夜バスがあったが、2019年12月6日を、もって、運行を終了した。野田梅号住宅順位線もともと、東武バスでは、柏駅野田市駅の便をはじめとして、 野田市内にも多くの路線を有していたが、路線の廃止や子会社への譲渡が続いた。その結果、現在では、野田市内に乗り入れる、唯一の路線となった。柏13系統は、柏田中駅から、野田市にある、売号住宅へ向かう路線で、始発から14時まで、廃下先回り、以降は、売号12号緑地先回りとなる。なお、倍号住宅からは、 イバキューバスが、梅里駅までの路線を運行しており、こちらは1時間に2本程度が確保されている。2014年1月に、2014年7月31日を、もってこの路線を廃止すると発表していた。しかし2014年5月に、利用状況などを理由に、比較的利用がされている朝、夜、各1便のみに、減便はするものの廃止は撤回することになった。 平日早朝には、廃下始発が存在する。2021年9月1日からは、平日のみの運行に縮小された。柏駅14に方面柏駅から高田車庫に至る、出入庫路線。柏駅発着路線の出入庫運用ともなっている。車庫発の一部便は高島屋前に到着する。国立岩研究センターまでの速達便とも言えるが、 柏の派公園を周回する西柏01系統の方が運用のメインとなっている。統計等は平日のみ、西柏01系統の一部を差し替える形で運行され、柏駅西口発は朝のみ、柏駅西口港は夕方から夜のみ。平日のみ、県民プラザ行き深夜バスを運行する。早朝と夜間には県民プラザ発着が設定されており、 それ以外の時間帯は、国立岩研究センター発着となる。校舎は、平日日中は1時間に6本が確保され、柏駅発着の主力路線ともなっている。柏の葉高校前までは前述の西柏レイ系統と全く同じ経路をたどり、そこから分かれて、柏の葉キャンパス駅に至る。運行間隔は30分から60分。 柏の葉キャンパス駅国立がん研究センター方面以下の系統は、私立柏病院系統と違って、終日国立がん研究センターを経由する。2012年2月5日まで柏の葉公園循環線として運行していた。現在でも柏の葉公園を周回するようなルートを取っているのはこの名残である。この路線の終点は、流山大高の森駅だが、 約半数の便は折り返し場を持つ東、大制発着となる。また、早朝のキャンパス駅業とキャンパス駅発の最終便や、日中に高田車庫への改装を兼ねる一部便は14二発ぎとなる。西原線江戸川台駅より、柏市の西原地区を経由して、流山大高の森駅に至る路線。運行間隔にばらつきはあるものの、 それなりの本数が設定されている。原則中型車で運行される。西平井線もともと西柏麗急系統は、南流山駅、宮園の循環線が名乗っていたが、この路線が廃止されると、この系統番号を引き継いで新たに、流山セントラルパーク駅行きが開通した。全体的に、道路状況はいいが、 西柏08系統と一体となった運用となっており、西柏08系統同様に小型車で運行される。緑台線同じ柏のハキャンパス駅、江戸川大駅間を走る西柏04系統とは異なり、国立岩研究センターは経由しない。単独区間である緑台地区は、アイロが続くため、小型車で運行される。SG リアルティカシワ線2012年7月1日運行開始。巨大倉庫である SG リアルティガシワへの直通便である。途中、カシワの葉6丁目のみ停車する。所要時間は約8分。GLP アルファリンク流山線2018年7月2日運行開始。平日の朝夕に限り、常磐道流山インター近くの GLP。 アルファリンク流山にまで直通バスを運行する。2021年12月1日からは、さらに GLP アルファリンク流山8へ路線延長された。所要時間は約20分。柏駅と羽田空港を結ぶ空港リムジンバス。なお、2010年10月21日に羽田空港国際線ターミナル乗り入れを行ったのを、機にこれまでの 柏の葉公園中央バス停経由から柏の葉キャンパス駅経由に変更した。2021年10月1日運行開始。柏の葉地区などを結ぶ路線であるが、2006年までは、工術する江戸川台駅、柏の葉地区と東京駅を結ぶバスが運行されていたため、およそ15年ぶりの柏の葉地区と東京駅を結ぶ高速バスである。 2022年から開始されたジャパンラグビーリーグワンにおいて NEC グリーンロケッツ統括の本拠地である柏の波公園総合競技場で試合が行われる場合は臨時バスが運行されている平日の深夜に都心と常磐線沿線を結ぶ路線を運行しているここでは主な路線のみ記載する国立岩センターは現在の 国立岩研究センター停留所のこと。柏の葉公園は、現在の、県民プラザ停留所のこと。下記のうち、西柏07、南流01、南流02系統はもともと西柏営業事務所、単独の路線であったが、2011年10月1日より、東部バスセントラル吉川営業所との共同運行となり、2012年7月1日より、 吉川営業所単独路線となった。2006年10月10日の柏ナンバーの共用開始により、西柏営業事務所に入る新車、転入者は柏ナンバーで登録される。ほとんどの路線は大型車である。ただし、西柏08系統、西柏10系統など、住宅地などの境愛道路を経由する便に小型車の運用がある。以前は、 奈良市のナンバーで、野田ナンバーに分割されたが、当初はほとんど増備がなく、分類番号2桁の車両は少なかった。野田出張所には最後まで、野田ナンバーの車両はなかったが、茨城急行自動車へ移管後に野田ナンバーへ変更された。AB 東部バスセントラル株式会社と東部バスイースト株式会社の合併について、東部バスグループ。 2021年7月1日飛ぶ、アドメニュー2 0 1 3ウェブブック2 0 1 3年9月7日、閲覧、西口ウィンターフェスティバル開催に伴う交通規制、東部バスイーストにしかしは営業事務所。 http://www.tobu-bus.com/.pc/.images/.data/.20111130100302.pdf2011 年12月6日閲覧。なお、交通規制発表当時は、仮称で、西口ウィンターフェスティバルによるものとなっていた。同様の交通規制は、 毎年7月の柏祭りでも実施されている。柏03では約40分で設定されている11-2柏駅西口発着路線の運行時刻、回数の変更について東部バスイースト西柏営業事務所。 http://www.tobu-bus.com/.pc/.revision/.detail.php? <Auf s> キー <key> <Luis> <メ fe> ="006312020 年10月31日、閲覧。3月1日より、西菓子は8.09南流山駅、宮園の自治会館前から、南流山駅線を呼び、 南流山駅免許センター、南柏駅西口線を路線新設いたします。新着情報。東部バス。2009年3月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2022年1月2日閲覧。a b c 旧市柏駅、北柏駅、流山大高の森駅、柏田中駅発着系統の運行回数。 時刻の変更について、東武バスイーストに西柏営業事務所 ht、https コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュリビジョンスラッシュ d ィテールド php、キーイコール006742021年8月20日、閲覧。東急柏ビレジ深夜バスの運行を終了いたします。1、17、 柏しわ13、か田中駅、野田ば号住宅循環線の路線廃止について、東部バスイースト西柏営業事務所、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュイメージズスラッシュデータスラッシュ 20140117093001.pdf2014 年2月4日閲覧。 27、柏13柏田中駅、野田バ号住宅循環線運行継続について、東部バスイースト西柏営業事務所、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュトピックススラッシュ n20 億1405万 2701HTML2014 年6月1日閲覧。Seven 折り返し運用が、柏駅西口オン、5番乗り場から発車する便、平成26年10月19日付で廃止3月1日より、流れ山グリーンバスを路線新設いたします。新着情報。東部バス。2009年3月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2022年1月2日閲覧。お知らせ。 東ーバス、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュ images スラッシュデータスラッシュ 2011092170701.pdf2011 年10月6日閲覧。運行営業所変更のお知らせ。 東部バスセントラル吉川営業所、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュイメージズスラッシュデータスラッシュ2 0 1 2 0 6 2 1 1 2 8 5 1 p d f 2 0 1 2年7月10日閲覧。6、30深夜休校、ミッドナイトアローアバンパークラインのダウン行終了について、 東部バスイーストにしかしは営業事務所、http コロンスラッシュスラッシュ www.tobu-bus.com スラッシュ pc スラッシュリビジョンスラッシュディテ,ィティール php キーイコール006122020年9月6日、閲覧。ありがとうございます。